すけのやればできる。はい、今日はお絵描き対決をします。今日はお絵描き対決をします。じゃあね、二人でスイカの絵を描いて、どっちが本物に近いかを対決します。はい、いいですか？とうとうはい、いきまーす。よーい、スタート。描けない。ブルーすげー。パパも手伝って。一人で描いて。なんで？あ、黒。なんでパパ手伝わんと？頑張って。1回目はね、半分じゃなくていいと思う。切った後に書いてじゃない？こう書いてじゃない？って書いて。ギザギザギザ。強く書いて、ギザ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 って。上手。じゃあ答え合わせをします。はい。実際のスイカを買ってきたので、パパ持ってきてください。うわ、好き。真ん中に入ってる。いや違う、シールもちっちゃ。シールちっちゃいけど、しっかりスイカです。シールあるけど、小玉スイカ、うん。じゃあ今から本当のスイカを切ってみるから、どっちのスイカがそっくりか答え合わせします。いいですか？どうぞ。スイカは赤だけじゃないとよ。黄色いスイカもあるとよ。ねえ、赤いの買ってや。固定概念を捨てろ。そっくり。なんで？そっくり。ちょっと色が違うかな。ねえ。何？あっとるやんこれ。あった。外側はそっくりやね。二人ともほら、この外側は正解。いや俺シールも貼っとけ。でもね、よく見てスイカ黄色。あ、なんか黄色。黄色に変えや。はい、でも二人ともよくできました。上手でした。次はママ意地悪しないで赤いスイカ買ってくるね。どっちが今日ね、そうちゃん、ゆうちゃん、聞いて、座って。座ってください。嫌だです。はい、座ってください。今日の企画は、スイカを上手に描く企画じゃなくて、スイカが黄色かったドッキリでした。どうですか、ドッキリ。ドッキリの感想はどうですか？悔しい？楽しかった？描くのが楽しかった。黄色いスイカはどう？
びっくりした？びっくりした。じゃあソウスケは？ソウスケ？黄色いスイカが出てきてどう思った？ね。間違えた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 じゃない。間違えた。でもね、だいたいスイカって赤いけどね。2人とも正解。食べたい。食べよう。じゃあ今から黄色いスイカを食べます。食べてみて、赤いスイカと味が違うかどうか食べてごらん。メスカン、これ大丈夫。なんで、いただきます。はい、食べとろ。うん、ペロンした。うん、かぶっていく。かぶってしてみて。少しだけ。いいよ。味は一緒。どう？甘い。味は赤いののスライム。あ、違った。スライム？味はどう？味はね、うん、赤いね、スイカと同じ。本当？色が違うだけ？うん。黄色いスイカも赤いスイカと同じ味がしたんだ。裏の臭い。そっか。美味しい？どう？味違う？この汁はちょこっと苦い。苦い？苦くない。同じ味、赤と、うん、同じか。あ、ごめん。ほくろがついとるよ。ほくろがついとるよ。違う。また見てね。